プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は平泳ぎで効率よく進むために必要な姿勢について、私の選手人生最初のコーチ角田コーチが考案されたスロープポジション。スロープポジションとは前傾姿勢の形、体重を前に乗せるための姿勢です。スロープとは傾斜、傾斜がついて背中にあるボールが頭の方に転がるような姿勢を作ると別の動画で説明されています。そしてこのスロープポジションを作るために意識するのがチェストダウン、胸を落とす動作です。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。4月30日にジュニア向けの撮影会を行います。自分の泳ぎを見てみたいというそこの君、来てみたらいいんじゃないかな。スロープポジションは全種目で基礎となる姿勢です。特に平泳ぎではグライドの姿勢をキープする時間が長く、重要性がとても高い。これができるとできないとでは進みが全く違います。平泳ぎでこの姿勢を作る前にバタ足での練習がおすすめ。クロールや背泳ぎは基本的に泳ぎの姿勢が変わらないため、一度スロープポジションを作ってしまえばその後はキープするだけで十分ですが、平泳ぎは呼吸の際に頭が持ち上がるためチェストダウンが解除されてしまいます。目標の距離を泳ぎ切るためにチェストダウンを繰り返す必要があります。正しい胸の位置を頭と体で理解し、いつでも瞬時にその姿勢を取れるようになることが重要です。平泳ぎへの応用。平泳ぎでは常にスロープポジションになっているわけではありません。先ほども言いましたが、呼吸時にはチェストダウンが解除され背中が反り気味になります。そしてその後の入水動作では頭や指先だけをエントリーさせるのではなく、胸を沈めるチェストダウンを行います。個人的なコツとしては、キックの勢いも使って上半身を落としたいので、キックの後ではなくキックを打ちながら胸を入れています。平泳ぎのキックだけで練習するとき、腕はずっと前に伸びているわけなので、どのタイミングで胸を沈めるかが重要です。さっき言ったばっかですね。うまくいかない場合は、キックが終わってから胸を沈めるのではなく、キックを打ちながら胸を沈めてみてほしい。こんな感じ。胸の位置に注目。下にグーッと入っているのがわかりますか？これくらい動くと前に体重を乗せやすくなります。キックでできたら今度はスイムに生かしていきましょう。呼吸後のエントリー動作に胸を落とせているかどうか。スイムでできなければまたキックに戻したり、2キックワンプルで試してみるのも良いでしょう。チェストダウンの姿勢は速いテンポでやるよりゆっくりのテンポでやる方が簡単。最初はゆっくり、慣れてきたらちょっと難しいけれどテンポを速くしていきます。進む泳ぎのためにチェストダウンを習得し、スロープポジションを作れるようになりましょう。胸を落とす、腰を持ち上げる、この2つの動作を行うことで背中をまっすぐにできます。水中ではこんな感じ。理想は両方やることですが、腰を持ち上げたままチェストダウンを行うには肩や胸の柔軟性がとても重要です。十分な姿勢が取れない方は、まずビート板を使わずに腰を持ち上げることからチャレンジしてみてください。え？君はジュニアで選手だって？じゃあダメ、これやって胸を落としつつ腰持ち上げるのやって。平泳ぎが進まない方、キックやプル動作だけでなく姿勢を見直してみてください。マジで変わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。